カラスの巣にてアーティストでやっていきます。どうも皆さん、スバラムルディです。よろしくお願いします。パーク構成、ガラクタイジリと破滅、際の、ポイントというか、
て、まず当てて、ロッカー入って、西はと。はい。せなんで、一発カラスで負傷を減らせたのはでかい。破壊されて。できてるかな、こっちにメグは。このカラスをばらまくときに、なんていうんですかね、1バレするっていう弱点がねあるんですけど、このブルルルって音が下全然回らん、ブルルルって音が鳴るギリギリまでカラスを貯めとくことで、バラバラの位置でカラスを置くことができて、それによって、アーティストの1バレを防ぐっていうテクニックがあるんすけど、まあこれ来てますね。ラグイー、さあ漏れる、一人スニックっていうのはでかいっす。普通のはデッドハードでやってくる感じだったけど、ここはデッドハードやってないんで楽ちん。破滅が壊せないのもでかいっすね。ここにいる。距離決めるか。焦ってから払うてないんじゃないですか。あー惜しい、惜しすぎ。あ、君破滅を見たね。あ、やばい、終わった、君お預け。マジかー、こういうことか。あ、モレル来てくれてありがとう。感謝の一撃をお祝いしましょう。恵んでたよね。ちなみに時刻は日曜の真っ昼間ということで、ああすごい、雪だる先輩に生成出版を見てしまいました。じゃないかなっていう希望もあるんですけど、ガラクタも発動せんし、これはカラス飛んだな。あ、ここで言うカラスとはアーティストの固有能力のカラスではなくて、フィールドのあの索敵用のカラスのことですね。ハイズリで動いただけか。エースが来てくれてると思ったけど、ああこれ動いた、動いてたんだだけっぽい。来てくれないっすかエースさん。
回してないやん。で、パーティーじゃないのか。尺が。うちの動画は全然カットとか編集とかしてないんで。あ、起こしてくれた。いやー、マジで全然。ここでみんな視聴やめるよね。っていう時間になっちゃったけど。さあ、仕切り直して、もう一回始めるか。次は映像を作りましょう。ぜひとも。このスクラッチエースであれ。このスクラッチエースであれ。見失った。見失っちまった。エース。お散歩タイムの喋る話全くないんやけど。エースユンジン、お前じゃないのよ。お前うっせやし。エースが欲しいな。知ってる。いた。お前なんでお前しか見つからへんねん。なんでや。あれ、まだ当たらんの。くれたか。マジでエース何やってんやろ。エース、あ、いた。お前何鍵持ってんだ。お前地下漁ったでしょ、あんた。ちょっと許せないな。ああ残念、なんか上行った。よしよしよし。鍵持ってる悪いエースはお仕置きと。いやー、今回グだったら確実にあのグッドのせいやな。オーラだけで判断してちょっと判断ミスった僕が悪いんですけど。普段バベチリ持ってきてて、索敵オーラに頼りっぱなしだからちょっと不安だったんですが、意外とまあさすがにガラクタと共鳴する苦痛のアドオンのおかげで戻ったかなっていう印象です。Thank you.
ないっすね。ああ、なんか脱出されそうな雰囲気。そこはかとなく。小屋になかったら負けかな。あ、そういえば中央には来るんやっけ。あ、ここにも湧かない。いやー、これ向こう側か。いやー、向こう側臭い。回ってる？ちゃんと。ああ、何それ。うわ、ポイント稼ぎギリギリまでしてたと思って。まあ、ハッチ脱出は引き分けだから、まあ、ほぼ全滅ってことでいいっすかね。してもろて。そう、キラー全然触ってないんで、まあ、今回かん、こんな感じでした。どうかな。やりたいことは。できたと言えばできたし、できてないと言えばできてない。まあもっといい動画が、もっといい試合が撮れたらそっちを動画にするんで、とりあえず GG、 お疲れ様でした。